い、こんにちは。今日はね、小麦は無限の燃料となりうるかってのことを検証していきたいと思います。どういうことかというと、小麦の茎の部分、あのステータス上枯れ草って名前になってるあれね、皆さん捨ててると思うんだけど、こいつ火をつけたら燃えるので、こいつを燃料として使えないかってな話です。そもそも普段皆さん火を使うときは草木を使ってると思うんだけど、ここで問題になるのが、木は一遍切っちゃうと生えてこないってな問題ですね。なのでパンとか鉄とかいっぱい作りすぎたりして木がなくなると、どんどん遠くまで取りに行くか移住するしかないですね。一方、小麦は種さえ撒いとけばポンポン生えてくるので、もし小麦が燃料として使えるようだったら無限に使えるんじゃないかなってな発想ですね。ただ茎の部分ね、あれ刈り取った後すぐ消えちゃうんで、そこんところをどうするかってな問題があります。今回はそこんところを試行錯誤していきたいと思うんだけど、やってる途中で最初考えてた以上に気づいた点があったので、そこんところをひっくるめてやっていきたいと思います。はい、では行ってみましょう。ということで、まずは前提の確認をやっていきましょう。上の穂の部分がステータス上小麦って名前になってて、パンの材料になるんだけど、そのままでも食べることができて体力が20回復しますね。焼いてパンにした時が80なので、できれば焼いて食べた方が美味しいですね。で、茎の方は地面から離すと何もしなくても消えたり、あとは地面に置いとくと土に帰って消えちゃいますね。だいたい8秒くらいなのかな。少しでも地面に触れてると消えちゃうみたいなんだけど、例えばこうやって下に何かを置いて地面につかない状態にしてあげれば秒数が経っても消えないですね。なのでまずはこの特性を利用して地面につかせないってな方向で試していきましょう。で、プラスチックの板を持ってきました。この上に置いとけば消えないはずって思ったんだけど、落とした時の衝撃で破損しちゃいますね。まあ半分残ってるからひとまずよしとして、次またポンと置いてみたらちゃんと上に乗ってなかったみたいで、また消えちゃいましたね。今度は丁寧に置いてみたんだけど、なぜか消えちゃいましたね。最初に見せた何もしなくても消えるっていう現象かな。で、そもそも板が小さすぎるってこともあるので、それを解決しようとしたのがこちら、荷台ですね。横に落ちる問題も解決する目的で枠もつけてます。ただ相変わらず置いた時に壊れたり何もしなくても消える現象とかあって、それでもある程度残ってくれるんだけど、移動させた時に落ちちゃったりしますね。
台車の改良の余地はあるんだけど、その辺の問題がなんとかならないか試してた時にふと気づいた現象があって、これ最初から置いてあった茎なんだけど、なぜか消えてないでしょ。あのね、これね、茎をくっつけると消えなくなるみたいなんだよね。なのでこうやってガシガシくっつけるだけでいい感じの燃料になりますね。軽くて持ち運びもしやすい。草に比べて火がつきやすいし、こうやってパンが焼けるので、この方法を使うと草を使わずにパンが焼けます。でもっと言うと、パンを焼きすぎると燃え始めちゃうんだけど、ほとんどの場合燃え尽きるまでずっと燃えちゃいますね。冷えるまでの燃えてる最中でも食べることはできるんだけど、この際パンを燃料として使ってみようってひらめいたわけですよ。一遍火がついちゃうとなかなか消えないので、それを逆に利用してやろうって発想だったんだけど、これが結構良かったみたいで、こうやって手伝って作れますね。ここからさらに思いついたんだけど、別に収穫しなくてもよくねって感じで、生えてる小麦に直接火をつけるといい感じに燃え上がってパンが出来上がりますね。密集してると山火事みたいになるので、火をつける範囲は気をつけないといけないんだけど、パンが燃え上がるくらいの火力が出るし、パンは燃え上がってなくても熱量が十分にあれば茎を発火させることができますね。これは茎自体が燃えやすいからでしょうね。パンの上でパンを焼くことだってできるので、なんかもう無限にパンが食べられますね。うん、現象としては十分確認できたと思うので、あとはまとめパートに移ります。ということで、小麦は無限の燃料として使えるという結論になりました。最初は茎の部分をリサイクルするつもりだったんだけど、パンを燃料として使えることに気づいて、うん、考えてた以上に使い勝手が良かったですね。まあ、こんな感じで草木に代わる燃料が確保できることが分かったので、活動範囲に木が足りなくなってきたって方は試していただけるといいんではないでしょうか。ちなみに現行バージョンでは木を切っちゃうと生えてこないんだけど、アップデート予定の中で植林があるので、今回のこの内容は将来的に無駄になる可能性があります。まあただ木よりも小麦の方が育てるのが簡単だったら生き残るかな。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。